航空券発券網の模式図横断的、販売網とは、航空会社やホテル等の販売元と、旅行代理店等を仲介する企業が運営する通信網のこと。GDS 上で、各種サービス、料金種別、予約を一括して取り扱うので、航空券、ホテルの予約、レンタカーや、その他の旅行関連商品を一元管理することができる。似たような販売網に、 CRS があるが、こちらは販売元が各々運営しているものである。GDS は店舗型やオンライン型を問わず旅行代理店がそれらのコンピューター、予約システムを紹介する際に利用する。残席数や在庫などの管理は GDS 上ではなくコンピューター予約システム上で行っているが、GDS では販売元のシステムと同期しており、 常時最新の残席数が反映されるようになっている。例えば旅行代理店で航空券を予約する場合、各航空会社の予約システムにそれぞれ接続する必要はなく、ひとたび GDS に接続すれば航空券をはじめ、ホテルから関連旅行商品に至るまで当該、GDS に接続するすべての販売元の商品を横断的に串刺し検索することができる。GDS では、 個人客が直接予約を紹介することもできる。GDS に保存された予約状況を確認するか、航空会社の予約システムを参照することになる。GDS 経由で予約した場合、通常、GDS 紹介番号と予約番号の2つが割り当てられ、それらの番号をもとに予約状況を確認する。ありがとうございます。